ごめんね、これ。うん、いいよ、大丈夫だよ。ごめんね。サブチュン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 。あ、やめやめやめ。ブーしない。視聴者の皆さんに、言ってなかったことあるじゃないですか。言ってなかったことありますね。それについてね、ちょっと話したいなと。はい。こんな、こんな、そんな雰囲気でそんな雰囲気で撮る？いや、もっと柔らかくいこうよ。うん。今日みんなに言ってなかったことがあるから、それを言っちゃいたいと思います。柔らかいのかな、それは。うざい。うん、うざい。もうちょっとハードボイルド。わかった。今日はみんな見てなかったことがあるので、え、ハードボイルド何？ごめん。硬派、硬派。5時のニュースです。本日皆さんにお伝えしなければならないことがあります。見て。実は息子のポンス君が英語の、ちょっと待って。はい。ニュースやん。ハンブドブドンシャバドビディ、あブルヒングに。うわ、今日はね、みんなに言ってなかったことがあるんだよ。木箱はオフェルディ。それはもう、うちの息子の方で BGM でかいな。うちの息子の方で。うるさいな、喋ってんの。息子の習い事についてというサブジャンです。実はね、ポンさん、こないだの6月ぐらいから英語を習い始めました、うん、そうなんですよ。はい、まあ、週に3回とかね、うん、そう、なんか英語教室的なね、うん、ものに。あ、ちょちょちょ通い始めましたよというね。そうなんですよ、うん、いや、英語は絶対習わせとくべきでしょうっていうね。そうそう、やっぱうちらね、YouTuber だから、なんか YouTuber って多言語喋れた方がなんかいい気がするんだよね、うん、カリブラとか見ててもすごいシアトル行ってペラペラでさ、うん、楽しそうだったりするし、最近周りでも英語を始めてるこの25以上の方がすごい多いんですよ、うん、うちらより年上の方が始めてたりとかもするから。だったらね、2歳で叩き込んだら絶対勝ちでしょ。そうと思って、ポンス君は英語を習い始めました。イエーイ。なんか言える？英語なんか言ってみて。覚えた英語勝手に覚えて帰ってくるんですよ。それを私たちが追いつけないのが、ね、大丈夫かなって感じなんですけど逆にお家では日本語。パパ上手。トンネルトンネル。わーお、わーお。なんか私は実はというと、なんか英語喋れなくてよくねって思ってたの。いやいやいや、ないですよ。いや別に日本で育つ、日本で育つんだからさ、うん、なんか半端に日本語と英語覚えちゃうの嫌じゃん。そうだから、なんか日本、私は結構そのテンションとかマナーとか基本的なそういうのは日本に沿ってほしいんだよ、うん、ただただ英語を理解して喋れるだけの日本人って感じ、うん、に育ってほしくて、だからおうちでの教育とかは全然日本だし、うん、まあ文化まで吸収したらね、うん、挨拶の時に注意しちゃうかもしれないもんね。そうそうそう、だからなんかあのタカネンとかジェニーみたいなことになるわけじゃん。いや、ディスってる。ディスってない。私は幼稚園はちゃんと幼稚園で行かせたいですね。うん、インタースクールじゃなくて幼稚園で行かせたいなってのは私は思ってるんですけど、うん、あの英語じゃなくて、うん、ただ英語が理解できて喋れる日本人ってなるなら、なんかその英語の勉強はするけど、その生活する場はやっぱ日本の環境がいいなっていうふうに思ってるんですけど、うん、生活する場、はい、で周りが英語で、いやでも生活する場が英語じゃないと結局覚わらないじゃん。教育英語だったら俺らみたいにね、ちょっと待ってね、日常会話ができない感じになっちゃうからね。だから俺らも本当はちょっとだけ英語を覚え
いやまあ別に軽い英語ならできるじゃん俺も。でもさ、日本人と喋るときにわざわざ英語喋らなくていいじゃん。うん、外国人が現れたときにそのこの人になったら英語対応できるみたいな、そのうん、かっこいいね、それ超良くない？めっちゃかっこいいよね。急に英語喋るじゃんっていう人になってほしい。うん、テンションが、あ、海外の人だもんねっていうよりもめちゃめちゃ日本語、日本人なんだけど海外の人がパッと現れた時に、あ、僕たちからもらえなきゃならばそうだけどとか言って、あ、かっこいい、喋れちゃうのがなんか、うわ、スマートみたいな。夢は、え、どこ行こう、ちょっと今リ唇の感想が気になった。やっぱり家族って似たり寄ったりな人が集まるよりも、うん、違う属性を持った人間が育った方が、うん、チームとしてすごくいいと思うんですよ。確かに。そのポンスは何歳から何をどんだけやらせるかっていう、そのやっぱ親が決めるじゃん最初は。うん、親次第だからね子供のスキル、そうデッキ構築は。え、自分はちっちゃい時何の習い事してた？水泳、あと、うん、体操。あ、体操結構できたんだよね。すごいね。なんか小学校大会みたいなので優勝したことあるからね。すごいじゃん、すごい、すごいじゃん。何年生の時？小なんだっけ、2か3か。すごい。なんだろうね、何を習わせよう、ね、英語はまあ習い事にも入らないぐらい、まあ確かに基本の言語として今はもう染み付けさせていきたいなって感じだよね。うん、でもポンスね、あのダンス好きだよね多分。うん、好きだね。子供もダンス教室とかあるのかな。あるよね、あると思うけどな。から通わせたい。めっちゃめっちゃ踊りうまい小学生とかいるやん、なんか今。あ、いる。そういうのになったらかっこいいけどね。なってほしい。いやでもあんまり見えないな、ふざけそう、ね、水泳は私絶対やらしたい。ああ、もしもの時食べたと、うん、やっぱ泳げるといろいろ、うん、うん、いいと思う。水泳の授業とかも楽しく感じるし、ね、やってたわ。私もやってた。英語、水泳、ダンス。ダンスかわかんないけど、もうなんかって感じだよね。スポーツなんだろう。部活何やるかな。うわ、何やりたい？おかえり。スポーツ何やりたい？サッカー？野球？バスケ？レース。ね、カズやりたいの？今長話しましたけども、はい、つまりあの英語教室に実は通い始めましたっていうのが、はい、そうなんです。サブちゃんでした。皆さん習い事とかについて意見があったらぜひコメント欄に。あ、そう、欲しい欲しい、これいいよみたいなおすすめがあったら、うん、ぜひ教えてください。あとみんな何を習ってるかも教えてください。いいよ。おお、すごい、そんな風に遊べるんだ。こっち。へえ、知らなかった。ヘリコプター？え？これじゃない？え？ヘリコプター？お、どんなヘリ？